電は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、雷型駆逐艦の二番艦である。同盟艦に、吹雪型駆逐艦の電があるため、こちらは、電や、電愛などと表記される。1899年4月25日、竣工。同月26日に出航し、同年6月25日、横須賀に到着。1904年に、 日露戦争が勃発した際には、第一艦隊、第二駆逐隊に所属していた。同年2月8日の旅順港奇襲攻撃にも参加している。同作戦中、第二駆逐隊からはぐれてしまい、皇族の第三駆逐隊と共に攻撃を行った。1909年12月16日午後5時30分、高速試験終了後に、 箱館を目指していたデンは、箱館南方のカット市三崎北西、約2マイルの海上で、千島汽船の商船金竜丸の前方を横切ろうとし、右玄後部が金竜丸の船首と衝突。その後金竜丸に栄光を頼み、箱館へと向かおうとするも浸水が止まらず、午後8時に、箱館港より4マイルの地点で沈没した。また偶然にも、同様の事故は二代目ンでも発生した。 1910年夏に扶養後、9月15日除籍。艦長等は日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び艦報に基づく。ありがとうございます。